こんばんはです。こんばんは。今日もメイクしてない？今日もメイクしてない？メイクしない一日が好きですうそ、大人っぽい。嘘でしょ、すっぴんなのに。嬉しい、大人っぽいって言われるのは。俺も今日メイクしてない。今日はメイクしてないの。メイクしないの楽よね。珍しくお茶。珍しくないですか？知らないか。珍しいです、お茶飲んでます。最近お茶が美味しい。水も好きだけどお茶が美味しい。ハートありがとうございます。通知大きいな。緑茶でございます。1日のトイレ当たったよって。おお、イエーイ、やったー。で、1日のトイレまで待ちきれません。8月後半ずっと公演ない。公演いつやったんだろう。最後いつやったっけ。14だっけ。え、14だっけ。本当に全然やってない。え、これ緑茶じゃないの。緑色じゃない。確かに緑茶にしたら濃い。緑茶だと思って飲んでます。門生誕だって。お、1日。そう、1日門の生誕だからね。夜だけなんですけど、門ちゃんの生誕祭なのでめちゃくちゃ楽しみです。誰かの生誕祭本当に好き。楽しい、めっちゃ。自分のも楽しいけど、自分のは緊張がプラスされるけど、人の生誕祭は緊張がなく、ただただもう楽しい。薄味エピソード楽しみにしてます。いやー、そうなんですよねエピソードがちょっと薄味かもしれない。カドとの薄味なのバレるかもしれない、カドの生誕で。水辺まだ来ないねえ。水辺まだなんですけど、もう8月が終わりますまさかの。あっという間すぎない？1ヶ月。ハートハートありがとう。たくさん100個ありがとう。お、500個ありがとうございます。1日に外れたって人もいますね、結構。だからっていうか、あれですね、門の生誕祭だからね、門のファンの人が当たってるのかな、結構。あ、ラジオ完全版聞いたけど、しっかり滑舌いつものれいちゃんだって。でしょ、私めっちゃ噛みまくったからね完全版私まだ聞けてない。完全版噛みまくってたの使われてました。完全版だもんね。私本当にダメなんですよね、めっちゃ噛んじゃう。ひのちゃんとか全然噛んでなかった。私もラジオ先輩なのにめちゃくちゃ噛んでたい
え、どこ噛んでた？寒い寒い、エアコンつけてて寒い。消せばいいのか。消したら暑い絶対に。もうさ、なんかずっと雨だから外もなんか、まあ、ムシムシはするけど長袖で出れちゃう。日焼け止め塗るのがめんどくさくて長袖着てました今日は。もう夏服着れないのかな。天気予報ずっと雨だよ。アイスだ、アイスありがとうございます。今日アイス食べた。なんかあの私の大好きな紅茶のアイス、セブンの紅茶のアイスの違うシリーズ、違うシリーズ、あ、同じシリーズの違う味のなんかクリマロン、マロンチョコレートバーみたいなのが出てて気になって買ってみた、食べてみた。セブンの、セブン限定の。そう、エアコン消すとジメジメする。オーディの話してるとこ噛んでた。私本当にかあの原稿読むのも噛むし、まず会話の中で噛んじゃうから、ね、自分の言いたいと思ってることを噛んじゃうから、なんか本当ね、滑舌悪いのかな私って。9月になったら暑くなると思う。本当？それは嬉しい。暑くなってほしい。なるかな。今の雨本当何なんだろう、今続いてる雨。マロンのアイスね美味しかったけど、美味しかったでもちょっとね、一個食べたらちょっともう飽きる感じ。あの半分で満足 しました。でもめっちゃ美味しかった。あ、めっちゃやっぱ食感が美味しい。あのアイス、アッサムティーの時もカリっていうクッキーみたいな食感が美味しかったんだけど、今回もなんかザクザク感がめっちゃ美味しかった。こんばんは、こんばんは。いやーね、再販してほしい。滑舌はいいと思う。滑舌いいかな。滑舌はじゃあ噛むのは確実、かつかあほらかしゃべるの滑舌関係ないかな。マロンのやつはね本当にもうめっちゃお腹空いてる、甘いもの食べたいって時に食べたくなる、食べた方がいい、食べたくなる私は。めっちゃ美味しかったから多分気分になったら食べる、また買う気がする。私あのパピコのマスカットめっちゃ前に買ったんだけど、ずっと冷蔵庫眠ってて全然食べる気しないんだよね。パピコのマスカット食べたことありますか？食べたい気分になる日がない。めっちゃ前に買った、2週間ぐらい前。インスタ見たらうちの近くのパン屋さんに来てくれたんだね。はい、オールザベーカリーですね。うちの近くなのは知らんかったけど行ってきました。めっちゃ並んでた。結構開店してすぐ行ったんだけどめっちゃ並んでて、私が行った頃にはなんかマリトッツォ今流行ってるじゃないですか、あれのあれがなんかほぼなくて、もうすぐ本当人気なパン屋さんで、朝から行かなきゃ人気なパンはなくなっちゃうぐらいなんで
ですけど、インスタに載せたんだけど、インスタには1個しか載せてなかったけど、のえと行ってきたんだけど、実際は5個ぐらい2人で食べました。あそこのパン屋さん結構一つ一つがボリューミーで全部味が濃いんですよ。それがめっちゃ美味しくて、甘いの食べたらしょっぱいのも食べたくなると思って、きなこ揚げパン、照り焼きピザこんなでかかった。でも手じゃ表せられない、ここからここぐらいまでこんなでかかった、もっと顔ぐらい大きかったです。それとあとなんだっけ、あパンチョコのやつ、チョコの私の大好きなやつなんだっけ、チョコデニッシュみたいな、なんだっけな、おしゃれな名前のチョコのやつ、パンオショコラとあと乗せてたガーリックのマヌルパンと、あれ4つかな4つかな、マヌル、ピザ、きな粉、チョコ、あ、4つでした。4つしか食べてないかったです、間違った。でもノエと全部2人で食べたから、本当は朝昼兼用っていうか、朝昼にお腹空いたら食べようって言ったのに、なんか全部一気に食べちゃった。めっちゃ美味しかった。でもニンニクの、あの私が乗せたニンニクのやつは本当に仕事の前とかなんか大事な用事の前には食べない方がいいです。あのね、笑っちゃうぐらいニンニクなの。もうめっちゃニンニク、口もニンニク、多分3メートル離れててもニンニク香ってくるぐらいニンニクでした。デートで食べようとかしない方がいいと思う。デートの前とか大事な用事の前は食べない方がいいと思う。そう、マヌルパン、韓国の有名なパンなんですよね。そう、韓国でめっちゃ流行ってるパンを、そう、あそこの店で売ってて、あんままだ売ってるところ日本で少ないんじゃないかな。マヌルパン、めっちゃニンニク、本当に食べてほしい、見てほしい、笑っちゃうよ多分、食べた瞬間思わず笑ってしまうニンニクの濃さ、でも、まあ、癖になる、美味しかった。あのパンでも8月末最人気ですぐなくなっちゃうから延長したんですよ、販売を。期間限定だったんですけど、延長して8月末までだからもうすぐ終わっちゃうから、行きたいと思った方ぜひ明日にでも行ってきてください。公演の前には絶対食べれない。3メートルだと公演でも使う、いや、そうね、ファンの方もできれば公演の前はちょっとあの匂うので客席から公演後でお願いします。でも本当マヌルパン以外もめっちゃ美味しくて、照り焼きピザを、この顔ぐらいの大きさの照り焼きピザを買ったんですけど、それがもうマヨネーズ、私好みの味で、パン自体はめっちゃ甘いの、全部のパンが生地がすごい甘くて、味付けめっちゃ濃くて満足感すごかった。とにかく全部一つ一つが、何このきなこ揚げパン味濃くて美味しい、何この照り焼きピザパン味濃くて美味しいって、全部濃い、チョコもめっちゃ濃かった、パンをショコラの。他にも食べたいパンいっぱいあったからまた行きたい。
っちゃ種類豊富だったんだよね。でもマリトッツォと別になんかクロワッサン生地みたいなクリームとイチゴ挟んでるやつが売り切れてて、それ食べれなかったのがショック。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望、忘れ。最善でレニアからニンニク臭したら刺します。はい、刺してください。マヌルパン食べてます。それは私もパフォーマンスしてて客席からニンニク臭したら刺しますね。マヌルパン食ってるなって、これもし食べてなかったらすいません。食べてなかったら気まず。でもやだ、劇場にニンニク臭漂ってんのやだな。やめてくださいやっぱり気まずいよね。お見送りで、マヌルパン食べたでしょって言って、え、食べてないめっちゃおもろいめっちゃおもろいな。ニンニクって美味しいよね。でも本当に匂いつくから私は結構気にしちゃう。ニンニクは日頃一日オフとかの日だったら食べたりするけど、生ニンニクはちょっと食べれない。私一回ラーメン屋さんでらっきょうかと思って机に置いてあった入れ物の中に入ってたらっきょうかと思って食べたら、あ、そう、食べたんですよ。らっきょうかと思って全部口の中に入れてガリって噛んだらもうプーンブエもうそれでトラウマになりました。ニンニク、生ニンニク、そう、すりおろすやつ知らなかったんだけど、らっきょうにしか見えなくて、らっきょう大好きだから食べたらもうその日、次の日もずっと一日口臭くてもう気分が最悪でした。だからちょっとトラウマです。アイスクリームやと思って食べたらバターやった時きつかった。あー、でもわかる。なんかドッキリ、ドッキリじゃない、ドッキリなんかわかる。自分で間違えたことある。私もなんかおしゃれなスイーツの上に乗ってる塊全部バターでアイスかと思って思いっきり食べちゃったみたいな、それと同じ感じ。それめっちゃきついよね。私バターもたっぷりすぎるとちょっと苦手かもしれない。バターサンドとか食べれない。昔は好きだったのにな。もう胃がついていかない、甘いもの甘すぎると。マリトッツォもさ、めっちゃ見た目甘そうに見えるから食べれるかなって思ってるんだけど、でも今どこに行ってもマリトッツォ売ってるからさ、コンビニにも今日売っててびっくりしちゃった。食べてみたい、食べたことないから。甘くないんでしょ。でもマリトッツォのクリームってあんまり、見た目はめっちゃ甘そうに見えるけど、セブンに売ってた。そう、美味しい。セブンのカレーで肉だと思ったらルーの塊だったことなら、それはさ、もう作り方がさ、ちょ
ちょっと雑なんじゃないかな。それはちょっとそれもやだね。めっちゃ味濃い。パインかと思ってたクアン食べた時は絶対嘘やん。ね、絶対嘘でしょ。本当それ天然なの。それガチ大喜利みたいになってるね。大喜利みたいになってるけどガチなのかな。似てるかな。色だけだったよ。たくあんは切り方にもよるか。たくあん外分厚かった。僕もあります。え、ガチだった。え、でもまだマシじゃない。いや私もあるよ。トマトソースだと思ったら辛い、タバスコの辛いソースだったみたいな。一番嫌なやつ。辛いの本当に嫌だ。克服したいとは思ってるけど。麦茶だと思ったらめんつゆ。ないでしょ。絶対ないでしょ。麦茶に見えるかな、めんつゆ。でもめんつゆだったら飲めるな。私めんつゆ大好き。味の濃いスープ大好き。え、あるかな。え、じゃあ私ない方だわ。なんかありそうだけど私そんなないわ。みんなに比べ。水と思ったら日本酒だったこともあった。あー、パパのに飲んでる日本酒こうやって飲もうとしちゃったことある。匂いでも分かるよね、ここに来た瞬間。あれはマジで紛らわしい。水と日本酒は出てくるね。アイスだと思った生クリームだった時。あー、わかる。生クリームも好きだけどアイスを期待してた時の生クリームはちょっとしょっぱいよね。パンケーキとかの上に乗ってる。あー、なんか食べたくなってきたな。生クリームっていうかなんかクリーム系の甘いの食べたくなってきた。マリトッツォ、マリトッツォ食べたいな。なんかどこにでも売ってるからさ、どこのが美味しいのか分かんない。美味しいとこのマリトッツォ食べたい。本格的な。天使かと思ったらリーニャだった時は嬉しい。あー、それはよくある、よくあるだろうな。よく言われます。間違いなくあなた私の天使だ。ちゃっちゃちゃん。ああ、そうめん食いたくなってきた。全然言ってないけど私全然そうめんの話してたっけ。あ、めんつゆからね。めんつゆから来たのね。なるほど。ああ、よかったな、あなたがいて。おぼろ豆腐だと思って醤油かけたらヨーグルトだ。うわ、え、ヨーグルトに醤油かけたってとこ、こと？それはちょっとまずそう。本当に本当に合わなそう。そうめんの薬味といえば私は納豆、生姜、ネギですかね。納豆、生姜、ネギぐらいかも。ああ、よかったな。あなたと初めて出会った日。なんか机が汚い。
ーディオでエサ聞いて面白かった、あ、ありがとう、聞いてくれて、まだ聞いてない方ぜひオーディで聞いてください。あ、私も聞いてないんだった、後で聞こう。でもやだな、噛んでたのか私、私噛んだっけ、噛んだっけ私、納豆美味しいよね。でも納豆美味しいけど、そうめんのつゆに入れるとさ、なんかびっくりするぐらい量多く感じる。絶対残しちゃう納豆。ご飯にかけたら全然食べるけどめっちゃあくびしちゃったけど、ごめんなさい。今日めっちゃ眠い、今日もずっと眠い、気づいたら寝てた、今日椅子で寝てた、気づいたら寝転がったじゃなくて、こうやって別にツナ入れたらめっちゃうまいよね。わかる、あれだよ、汁の少なめのそうめん、そうめんに白だしとツナとごま油入れて、あと大葉かけて食べたらもう最強です。そうめん食べたい、明日食べようかな。ごま油じゃない、お、大葉買って、特館の裏トーク最高。そう、オーディで聞くと、本編の放送では曲が流れてる部分を、その本編では曲しか流れてない部分を、裏での会話を、曲流れてる時の3人の裏での会話を聞けちゃうんですよ。何話してたかちょっと忘れたけど、盛り上がってました。今日お風呂で聞こう、お風呂入ってる時に。一人曲紹介面白かった。え待って、ガチで全部なんだ、そこもそこも使われてるの。そう、みんなで曲紹介のところを一人で曲紹介しちゃって、すごい二人が空気読んでくれて、私の一人の曲紹介みたいになっちゃったところがあったんですけど、そこ使われるのは知らなかったな。じゃあ絶対聞いた方がいいですね、もともとの放送聞いた後にオーディ聞いた方がより楽しいかもしれないです。なんか暑くなってきたんだけど、忙しいな。でもこうやって温度をさちょいちょい変えてるのも電気代食うのかな。節約したい。でも今年もうエアコンもうめちゃくちゃ気にせずつけまくってて、電気代が怖い。先月とか見てないんだけど、電気代怖くて見なかった。今28度で暑くて26度にしました。いつも面白いレーニアさん、いやひのちゃんちょっとね、ちょっと言い過ぎでしたよ面白くて、一緒にご飯食べた時も MC してるかのように面白くてって言ってくれたけど、全然そんなことなかった。すごい私乗っかって、その人盛り上がりしながら気が済まないんでみたいなこと言ったけど全然そんなことない。 MC 会話中に MC してるのはアイニャです。アイニャすぐなんか MC スイッチ入って急になんか突っ込んだり
仕切ったりしてくる。でも渡したいな本当に。もう日常がコントみたいな感じなんですよ本当。でも見てもらいたいなと私の普段の会話。もう本当にずっとなんかずっと誰かに聞かせてる、笑わせ、誰か笑わせてるために会話してるんじゃないかってぐらいずっとずっとなんかコントしてんだよね。この話この前アイナとしたんだけど、うちらって常にふざけてるよねみたいな。見てもらいたいな。ショールームとかでのふざけとは違うんですよね。ナチュラルにずっとふざけてるんですよ。楽しいんですよ。でも話さないときは本当に話さない。行き帰り道とか一切話さないときもある。会話しないでただ歩いてるだけみたいな。でも全然気まずくならない。それがアニャアニャコンビです。ねえもう30分なの。びっくり、30分早すぎ。一日終わるの早すぎ。今日気づいたら思ってた。時間が欲しい、もっと。一日24時間じゃなくて。じゃあちょっと今日はそろそろ30分も過ぎたんですけど、30分のつもりだったのでそろそろ終わりにしたいと思います。最後スクショタイムしてランキング読んで。なんか今日私めっちゃ眠そうな顔してない。でもやっぱまつげが上がってるって本当に素敵。マスカラ、いやビューラーしてないで。これだからね本当にパリジェンヌ最強です。マツパ、そして終わります。メニア成分不足、メニア不足、公園がねないもんね。なんだろう、次のネイル何にしようかな。迷い中。かわいい、ありがとうございます。ということで、あ、じゃあランキングだけ読んで終わりにします。13位から。13位、パロパロアットさん、ありがとうございます。12位、あおいさん、ありがとうございます。11位、ひでじじさん、ありがとうございます。10位、小高あきふみさん、ありがとうございます。9位、ちーちゃん、ありがとうございます。8位、赤シャチさん、ありがとうございます。7位、ひろしパパさん、ありがとうございます。6位、マス先生、ありがとうございます。5位、竹めぐさん、ありがとうございます。4位、ジョンさん、ありがとうございます。3位、りっくん、ありがとうございます。2位、リーさん、ありがとうございます。そして第1位、しゅうちゃん、ありがとうございます。はい、ということでちょっと短かったんですけど、見てくれてありがとうございます。皆さん今日も一日お疲れ様です。ゆっくり休んでください。ということでありがとうございました。ありがとう。え、本当に早くてびっくりする。30分、10分、体感時間10分だった。またねー、おやすみ。
すみなさーい。